こんにちは、谷口光俊です。今日は谷口メソッドの中でも足のケアを中心にまとめた技術、経絡リフレクソロジー GL スタイルをご紹介します。リフレクソロジーというのはもうあなたもご存知だと思いますけれども、足の裏の反射区にアプローチをして内臓の疾患を治したり足の疲れを取るという技術ですが、私が考案しました経絡リフレクソロジー GL スタイルはその足の反射区にプラスして足の骨の矯正を入れています。また足には重要なツボや経絡がたくさん流れていますので、そこにもアプローチしていく東洋医学の理論も加えています。もう一つお話しすると、足の裏の反射部なんですけども、これがちょっとまた違うということです。私が独自で作ってきた整骨院をやりながら、多くの方の足を見ながら、さまざまな国から出ている足の裏のチャートを見ながら自分で工夫してまた作ってきたものです。どれも数多くの患者さんの足を見ながら作ってきたものなので、かなり面白いものになっていると思います。これらをまとめて作ったのが経絡リフレクソロジー GL スタイルなんですが、今日はその中で足の骨の矯正、特に足の指の骨の矯正についてお話ししたいと思います。最近すぐイライラして切れてしまうという人、大人だけではなくて子供にも増えてるって言われてますね。これは私が今まで多くの方の足を見て分かったことなんですが、そういう方たちは足に問題があることが多いです。特に足の指がこういうふうになってるんですね。こう模型で説明すると、これ普通の足ですが、この足の指がこういうふうになってるんですよ。こんなふうに曲がってる。これをハンマートゥーと言うんですが、足の指がこうなってるんですね。腰がとても多いんですよ。で、こういう人は歩くとすぐ疲れるんですね。そしてまた足の裏のこういうところが硬くなってる人がいます。で、これは足の骨の並びがちょっとおかしくなってきて、で、こういう足をこうクッと引き締めている足の靭帯があるんですが、それがこう弱ってる人が多いんです。そしてこういう人は今度はこの外反母趾にもなりやすいですね。足の指がこうなって、こういうところに足のここなんですね、こういうところにこう豆みたいな硬いのができるんですが、これができてきて今度外反母趾とかになってくると、こう歩くのがもう嫌になるんですよね。でイライラしてくるんですよ。立ってるだけで、歩くだけでイライラします。あなたも経験があるかもしれませんが、ブーツを履いた時にこう小さな石ころが入ってるだけですごくイライラするじゃないですか、足が痛くって。そんな感じです。それがもう年がら年中痛いっていう感じで、イライライラーとしてすぐプチッと切れてしまう。だからそういう方は、もし私もそうだなと、すぐイライラしちゃうなとか、すぐ切れちゃうなという方は足を見てほしいです。もしかすると今私が言ったように足の指がこうなってたりとか、足の裏のこういうとこが硬くなってたりとかね、してないか見てほしいんです。そして今日はその足の指がこうなってる人の改善方法を解説している動画をご紹介したいと思います。その動画では経絡リフレクソロジー GL スタイルのテクニックを最初ご紹介しているんですが、2分16秒あたりから足の指の骨の矯正をしているところを撮影しています。その後にそれを口頭で私が説明していますので、それをちょっとご覧になってください。で、これは自分でもできますので、自分の足に対してもアプローチ自分でできます。それをやってください。セラピストの方、治療家の方はそれをマスターしてお客さんにやってあげてください。そうすることによってこう曲がっていた足がどんどんこう伸びていきますので、そうなってくると歩くのがかなり楽になってくるんですね。その動画がこれです。ぜひこの動画をご覧になっていただいて、2分16秒からですね、それを見てチェックして挑戦してみてください。今回はここまでです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。